今日のマーティー君、ちょうど今からお昼ご飯をあげるところなんで、エシン君あげてください。はい、ご飯だよ。ご飯来た、ご飯来た。いや、よいしょ。すごい勢いで食べてるぞ。かわいい。マーティー君めっちゃ食べてんね。お皿も綺麗にペロペロ舐めるからね。今日から多分こんな感じで今日のマーティー君のコーナーやりたいなと思います。うん、はい、じゃあ本編いきましょう。はい、はい、こんにちは、まやチャンネルまやです。で、今日はこちらですね。うん、レゴスターウォーズのファーストオーダー ATST です。はい、こちらですね、2018年1月1日発売ですね。ちょっと待って、これネタバレじゃない？あ、まあネタバレだね。だって ATST の上に BB8 乗っちゃってんじゃん。乗っちゃってんね。でもさ、しょうがないじゃん。もうこれレゴさんが勝手発売してんだから、発売してんだから。はい、ということで完成しました。こちらが ATST ですね。うん、ATST といったら普通猫にこう顔みたいなカバーがあるんだけど、うん、これはありません。映画を見た方はね、うん、分かると思いますけれども、そう、ね、うん、で一応可動は足がこんな感じにしますね。本当だ。はい、首を動かせるんだけど、後ろにつまみがあってこれで回せます。あ、本当だ。あ、そんな機能ついてるの。そうそうそう。ここにスプリングローデッドシューター2つついてますね。うん、行ってみるよ。ちょっと向こうまで技術性の、はい、こんな感じ。はい、アップにするとこんな感じですね。かっこいいよね。うん、この辺にこうキャノン砲みたいな感じ。うん、こうスプリングローデッドするからね。うん、回すとこんな感じ。あ、そうそうそう、そんな感じ。確かに固めだね。そうですね。で、この部分がコックピットになってね、この辺に人が乗れるようになってます。このセットにはミニフィグでフィンがついてますね。うん、ブラスターと何やらロケットランチャーみたいなの持ってますね。続いてローズですね。ローズもブラスターを持ってますね。うん、で、ローズの方は顔をくるりと回して、ちょっと怒ったような表情に変えられますね。うん、で今回のこの頭いいね。うん、ローズちゃんと再現されてる。すごいね。BB8 ですね。うん、まあ、BB8 はいつも通りだね。はい、で最後がキャプテンファズムですね。うん、キャプテンファズムちゃんとあのスピア持ってますね。そうだね。はい、でブラスターも持ってます。うん、でマントはこう片側のマントだね。うん、でちょっと今回衝撃的だったのがこのヘルメット外してもらうと。顔が真っ暗なんだね。怖いね。これ劇中と一緒だ。完全再現されてるね。そしてもう一つこういうものが付属してました。これ多分ね、ATST に乗るためのエレベーター。ああ。今ローズが乗ってるけど、どういう風に上げるかやってもらっていい？この後ろのつまみをこうやって上に上げて、うん、ロック。これが1段階、ね。ちょっと引っ掛けるって感じだね。で、もう1段上げて2段階に。そうだね。で、最後に上にガチャッと。うん、一番上まで登る感じになってますね。うん。箱にもあったように BB8 乗せるとこんな感じになりますね。これ完全に本当にネタバレだよね。これレゴさんが勝手発売してんだから、発売してんだから。こちらローズ。分かったわ。FN2-7 よく戻ってきたね。ここで終わりだよ。はい、かわされたか。もう一発。危ない。それじゃあこのロケットランチャーをくれ。おお。どう。ならば私がお前の息の根を直接止めてやる。それはどうかな。何？なぜお前がライトセーバーを持っている？せや。ああ。わあ。顔がない。はい、ということで今回はレゴスターウォーズのファーストオーダー ATST でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入ったボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして今日もですね、こちらの方におすすめ動画出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。